iPhone または iPod の電池が切れたとき、主に職場などの場合は iPod のケーブルを持ってってパソコンに挿しておけば充電ができます。でも Nintendo DS も充電したい、こんなものがあります。トリプル USB 充電ケーブル、 PSP 用、 DS ライト用、 iPod 用、 PSP、 Nintendo DS、 iPod、 それが一つの USB にまとまっている。ケーブルや充電器を何種類も持ち歩く必要はありません。これ一本あればいいんです。一本というか3本。パソコンがなくてもエネループモバイルブースターなどの充電池なら USB が刺さります。これはかなり重宝しそうです。トリプル USB 充電ケーブル、僕3年ぐらい前に PSP を売り払ったので、個人的にはこの2本だけで十分です。ほんと素晴らしい商品だと思うんですけども、僕の個人的な理由で欲しい4つです。トリプル USB 充電ケーブル、テテテテテテーン、ダダダダーン。